米子市にある米子北斗中学校。中学校の英語の授業にお邪魔しています。現在授業は先生の説明や生徒からの質問すべて英語で行われています。それは今年度から学習指導要領が大きく変わったから。一体どのように変化したのでしょうか。なんと授業中に使う言語はすべて英語。さらに、Excuse me. Where's the library? 教科書にある QR コードを読み込むと、その場で音声を聞くことができるように。今年度、中学英語の学習指導要領の内容が大幅に改定されたことを受け、教育の現場は大きく変わっています。変化のポイントは3つ。習得する英単語の量、文法、話す技能の強化です。一つ目の変化のポイントは習得する英単語の量です。これまでは中学校卒業時点でおよそ1200語の習得を目指していましたが、今年度からは2500語と2倍に増えました。そして二つ目が文法です。小学校で英語教育が始まったことを受けて、中学校で習う内容が前倒しになった形です。そして3つ目のポイントが話す技能の強化です。聞く、読む、書く、話すの中でも、やり取りの話すと発表の話すの2つの項目に分かれました。ペアになって話す練習をする生徒たち。より実践的な英語を身につけるため、これまで以上に話す能力が重視されるようになり、筆記だけでなくスピーキングのテストも行われるようになったといいます。自分の準備したものを読むだけではなくて、やり取りの中で、即興で自分の考えを伝えるということを、育成していくことが必要になってきました。こうした変化を生徒はどのように捉えているのでしょうか。伝わらない時もあるけど、楽しいです。将来なんか英語の本とかも読みたいです。なんか将来その英語をなんかちゃんと身につけた方がいい職業に就職できるので、そこを活かしていければいいなと思います。文法や語彙の知識をただ教えるだけではなくて、それらを用いて生徒がどのようなコミュニケーションができるようになるのかということを考えた上で授業をしていきたいと思います。生徒同士がたくさん話すなど、中学英語かなりレベルアップしていましたね。そうですよね。ただこの中学生に入るまでの時点で基礎的な英語、そういうのができている、もう身についているっていうのが前提で授業が進んでいるという印象を受けますね。はい、そうなんです。米子北斗中学の藤井先生は、小学校の段階で能力に差が開いてしまったり、英語に苦手意識を持つ生徒がさらに増えてしまうことが心配だと話していました。そのためにも小学校で基礎を固めることがより重要になってきそうです。米子市の小学校で英語の授業を取材しました。昨年度から必修化された小学校での英語、5、6年生の正式教科として本格指導しました。せーの、 What's your name? Where are you from? I'm a bus. 米子市の明道小学校6年生の授業。 What's your name? I am 聖徳太子。When is your birthday? My birthday is February 7th. Okay. What's your name? My name, I am Shohei. Okay. When is your birthday? My birthday is July 5th. Okay. Thank you. この日は自己紹介の練習をしたり、先生手作りのカードを使って英語でコミュニケーションを取ったりしていました。
これは自分の誕生日以外にもいろんな誕生日に触れてもらおうかなと思ってこんな活動を今しています。興味があるかなと思っていろんなキャラクターや有名人を選んでみました。授業では生徒を楽しませる先生の工夫が見られます。これには児童たちも楽しいです。どのところが楽しい？英語喋るところが楽しいです。英語は初めはすごい難しかったイメージがあったけど、やってみたら意外と楽しくて英語の時間が好きになりました。そうですね、やっぱり一番は楽しくっていうところで、今日もいろんな活動をしたんですけど、子どもたちが興味を持って取り込めるような活動を考えながら。小学校での英語教育で課題の一つとされているのが教員の指導力不足。そこでこちらの小学校では担任の先生ではなく英語専科の教員が英語の授業を行っています。僕自身もすごく、まあ、どうやって教えていいんだろうっていうふうに思いましたので、すごくこうやって専門の方に来ていただいて教えていただけるっていうのはすごく安心があります。現在米子市内の小学校23校のうち専科教員が英語の授業を行っているのは6校のみ。英語教育が重視される一方で指導する人材の確保が今後の課題となっています。その課題となっている英語教員の人材不足、解決のために鳥取県がこんな取り組みを始めました。こちらです。英語力に優れた人は試験免除。来年度春の小学校教諭の採用についてですが、英検準1級以上、TOEIC 730点以上など一定の条件を満たす人は技能・実技試験が免除され、適性検査と面接のみ行うというものです。求める人材の確保のために行政も動いているんですね。はい、そうなんです。まだまだ課題も多い英語教育ですが、その現場では変化に対応する努力が続けられていました。